スペイン女子代表の主軸 MF は呆然と立ち尽くした。現地7月31日、ニュージーランドウェリントンで開催された女子ワールドカップのグループ C 最終節で、日本女子代表は強豪スペインと対戦。共に2試合を終えて決勝トーナメント進出を決める中、グループ首位通過をかけて激突した。フォト、ナデシコ J のスペイン選出場16選手監督の祭典、寸評。 2G の活躍で日本のムードを最高潮に高めた宮沢。1トップの植木は文句なしの出来立ち上がりからスペインのボール支配にさらされた日本だったが、リトリートした守備で好機を一切与えず、ボールを高い位置で奪っては面白いようにカウンターを壺にはめた。前半だけで宮沢日向の2ゴールなどで3点のリードをつかむと、後半に入っても危なげない戦いぶりでスペインの攻撃を封殺。 82分に田中美奈がダメ押し団を蹴り込んで完全に数勢を定めた。ショッキングな04の惨敗。2連勝スタートで楽観ムードも漂っていたスペインにとっては、手痛いしっぺ返しとなった。スペインのメディアはこぞって不甲斐ないパフォーマンスを見せたチームを球団し、全国紙、アズ、によれば、主力選手の中にはショックのあまり、取材エリアを通らずにスタジアムを去る者が続出したという。 それでも試合後、非常に報道陣の質問に答えたのが攻撃的 MF、アイタナ・ボン・マティだった。バルセロナで名声を得る25歳は、正直、日本の低いブロック守備からカウンターがあそこまで強烈だとは思っていなかった。私たちは文字通りボコボコにされ、0-4という経験したこともないスコアで敗れてしまった、と肩を落とし、ロッカールーム。私はまだ入れていない。 雰囲気はひどいものだから、と説明した。アイタナとナデシコジャパンは因縁深い。2014年 U17 女子ワールドカップと18年 U20 女子ワールドカップで日本は世界制覇を成し遂げているが、共に決勝で対峙したのがスペインだった。そして、2つのファイナルでアイタナは屈辱を味わっている。日本にはこれまでも負けているし、私は心の底からリスペクトしている。 彼女たちは自分たちのサッカーをよく知り、私たちのスタイルを的確に分析していた。攻撃で前がかりになると後方のスペース対応がおろそかになることをね。怒涛のごとく押し寄せる彼女たちを誰も防ぎきれなかった。どれもこれも失点は同じようなパターンから。本当に情けないし、この敗戦から多くを学ばなければいけない。幸いにも大会は続いている。次のスイス戦。 ラウンドオブ16までに気持ちを切り替えて自信を取り戻したいと思う。グループ C を1位突破した日本は決勝トーナメント1回戦でグループ A2 位のノルウェーと対戦する。2大会ぶりのベスト8へ、そしてさらなる高みを目指して池田ジャパンは進化を遂げながら邁進していく。